いつもご視聴ありがとうございます。今回は3月9月ロングカバー戦略やっていきましょう。今回の動画の内容はこのようになっております。ロングカバーで長期認定を取る。ロングカバーとは実際に長期保有をするわけではなく、その認定条件をクリアする手法のことです。今回はカバー価値の高いものを厳選しております。当チャンネルおなじみの負けても通すべき基準日銘柄や甘そうな銘柄をセレクトしています。長期保有条件を抜くロングカバー戦略についての動画も用意しております。それぞれの銘柄に設定された長期と認められる条件を読み、それをクリアしていきます。ぜひこちらもご確認ください。説明欄にリンクを貼っておきます。年間1500銘柄を超える株主優待実施企業すべてを調査しています。ここだから見つけられるを目指しています。それでは行きましょう。まずは今回取り上げる銘柄の基準日です。この1日が終わる時に株を持っていること、これが記録させるということになります。それまでの経緯は一切関係ないので、ご注意ください。銘柄数の極めて多い3月9月において、ロングカバーを目指す上で必要なことは何なのでしょうか。それは、何も得られないロングカバーをしなくとも、銘柄数は多数あるわけですから、それを捨ててまで、ロングカバーをするということは、得られるものが通常よりかなり大きくなければなりません。9月でも半年以上の継続が条件の商品系銘柄などがありますが、それらから得られるリターンはごくわずかです。得られるリターンが平均以上でなければ、そこに資金を投じる価値はありません。そういった視点で、銘柄選別を合計約1000銘柄から行いました。まずは FTECH です。1年以上継続で1000円クオカード。参考利回りは約 1.3% となります。カバー方法は、精度クロス以上が求められます。一般信用は不可能です。銘柄選別にあたり、平均リターンは 1.3% と、それほど高くはありません。しかし、株価が700円と安く、精度クロスにおいて弊害となり得る逆フィブリスク。こちらが通年買いに大きく傾く銘柄で、かなり低いのではないかと考えています。カバーリスクが小さいことから選別しました。カバー評価は C です。確定基準日は年1回の3月のみ、認定基準日は年2回あります。単元条件もありますので、9月末でのカラクロスも必要です。一株記録もあればより万全でしょう。カバー方法は、すべて精度クロスにおいて、3月9月を通していきます。臨時基準日がなければ3月に3回目となり、優待獲得が可能でしょう。カバー難易度は中程度です。逆ヒブリスクがかなり小さく、資金的にも痛手は少ないでしょう。カバー価値はそれほど高いというわけではないですが、検討は可能でしょう。中山福です。1年以上継続、300株以上で3000円相当カタログギフトです。参考利回りは約 1.9% となります。カバー方法は、精度クロス以上が求められます。一般信用は不可能です。銘柄選別にあたり、平均リターンは3月平均を上回る水準です。さらに株価も360円と安いこともプラス材料。さらに100株だけを記録させ、来年3月のみ300株として記録させるだけで獲得できます。精度が必須にはなりますが、リスクはそれほど大きくないでしょう。カバー評価は A としました。確定基準日は年1回の3月のみ、認定基準日は年2回あります。単元条件もありますので、9月末でも100株以上の記録が必要です。カバー方法は、すべて精度クロスにおいて、3月9月を通していくパターンと、100株だけ保有継続していき、来年3月のみ200株精度クロスとして記録させるパターンがあります。カバー難易度は低いです。個人的にはカラクロスで行くよりも、100株だけを保有し続け、配当1000円を受けながら、3月だけ200株精度で通して優待を受ける、これが一番良さそうに思います。条件の上でも100株以上を持ち続けているという、既成事実は作れるため、おすすめの方法です。富士シールインターナショナルです。1年以上継続で3000円クオカード、参考利回りは約 1.5% となります。カバー方法は、一般信用クロスが可能です。SMBC では在庫もあります。精度クロス以上もリスクは小さいですが、短期1日は相対的にリスクが高めで、自己価値は低いです。
銘柄選別にあたり、平均リターンは3月平均を上回ります。さらに一般信用でもカバーが可能、そして認定も甘い可能性があるエディオンタイプです。来年を見越した投資と考えれば決して悪くありません。カバー評価は A としました。確定基準日は年1回の3月のみ、認定基準日も年1回。これは当チャンネルおなじみのエディオンタイプで甘いパターンです。ただし単元条件があります。3月に100株以上を記録させる必要があります。1株スタートで狙うのは不可能です。カバー方法は、100株クロスに1株を乗せて記録させます。認定基準日は年1回ですが、中間配当があります。そこで株主番号の変更を避けるため、1株は必ず買います。そしてそのまま何もせず、来年3月クロスで優待が獲得できる予定です。カバー難易度は低いです。求められるのは、あくまでも3月時点での株主番号の維持と必要株数です。1株を合わせて記録させれば、変更を避けることができ、銘柄所定の条件を満たすことができます。シードです。1年以上継続で様々な商品や優待券を獲得できます。参考利回りは約 3.6% となりますが、これはハードコンタクトレンズ用のピアティーモイストを選択した場合です。カバー方法は、一般信用、制度信用不可です。これは売り停止措置による一時的な影響で、通常は制度可能です。短期1日保有が必須です。銘柄選別にあたり、平均リターンは3月平均を大きく上回ります。一方で今年は売り停止、そのため制度クロスでのカバーができません。1日保有などのリスクがやや高い方法が求められます。ただ個人的には先を考えれば、負けてもいい、このように思います。カバー評価は B とします。確定基準日は年1回の3月のみ、認定基準日は年2回あります。単元条件もありますので、9月末でのカラクロスも必要です。カバー方法は、今回は短期、1日保有で強引に通します。次回以降は、すべて制度クロスにおいて通していきます。臨時基準日がなければ3月に3回目となり、優待獲得が可能でしょう。この際確実な認定を目指すため、1株の同時取得も行います。カバー難易度はかなり高いです。その分成功時のリターンも大きくなります。1株でロックは外せません。3月期は配当落とし、マイナス15程度で抜けられれば理想ですが、多少の負けは許容できそうなレベル。9月期は制度でも大きなリスクはないでしょう。来年3月期は制度で狙える可能性が高く、おすすめできます。小林陽光です。1年以上条件で、お米券2枚、参考利回りは約 2.9% となります。カバー方法は、制度クロス以上が求められます。一般信用は不可能です。銘柄選別にあたり、平均リターンは3月平均を大きく上回ります。株価も300円程度と安く、資金の拘束も少ないです。制度以上が求められますが、それほど大きなリスクは見えません。カバー評価は A とします。確定基準日は年1回の3月のみ、認定基準日は年2回あります。単元条件が見当たりません。もしかすると1株スタートでいける可能性もあります。カバー方法は、すべて制度クロスにおいて、3月9月を通していくパターンと、1株だけをもって3月9月を通し、来年100株にするパターンが考えられます。より可能性を上げるとしたら101株として、今回から単元で通していった方がいいかと思いますが、1株スタートでいける可能性もあります。カバー難易度は中程度です。確実に行くならカラクロス。あわよくば認定を目指すのであれば1株スタート。1株スタートであれば、わずか300円で狙えます。来年までに廃止や解約される可能性が低くはない銘柄ですので、保有転換はおすすめできません。この先は9月に割増しや、昨年9月からの継続を狙う銘柄です。ワタハンホールディングス、半年以上継続で2000円相当商品です。参考利回りは約 0.9 から 1.27% となります。最大の効果を出すには、電子マネーを選択する必要があります。一般信用でもカバー可能で、制度でも可能です。確定基準日は年1回の9月のみ、認定基準日は年2回あります。半年以上ですから認定は甘く、連続2回で認定可能です。カバー方法は、今回100株を記録させ、9月にも100株を記録させることで、
獲得できる可能性が高いでしょう。この際万全を期すのであれば、一株の同時記録がより確実でしょう。カバー難易度はかなり低いです。9月全体で見ても 1% 取れるのであれば悪くなく、実用性も抜群です。リスクも低めで、カバー評価は B とします。新日本製薬、半年以上継続でグレードアップとなります。それぞれ100株で8500円相当、300株で3万円相当となります。参考利回りは約 1.8% から 3.6% となります。ここは自己使用できるかどうかによってもかなり変わります。100株ですが、このように内容は変化します。ただ、これを売るということであれば、市価はそれほど変わりません。青汁に関しては、自己使用に限られると言っていいでしょう。300株であれば、割と内容も良くなり、市価も向上します。そのため狙うとしたら300株がいいのではないかと思います。買い物優待券は価値がほぼありません。確定基準日は年1回の9月のみ、認定基準日は年2回あります。半年条件ですから認定は甘く、連続2回で認定可能です。ただし単元条件があり、300株を狙う場合、ここでも300株の記録が必要です。カバー方法は、今回100株または300株を記録させ、9月にも100株または300株を記録させることで、獲得できる可能性が高いでしょう。この際万全を期すのであれば、一株の同時記録がより確実でしょう。カバー難易度はかなり低いです。継続なしでも高い利回りの新日本製薬。特に300株は資金に余裕があれば、9月に向けてカバー価値は高いのではないでしょうか。カバー評価は B とします。こちらはそう多くないと思いますが、9月に通した方向けです。マンダラケ、1年以上継続でグレードアップとなり、2000円相当から5000円相当になります。利回りも 0.6% から 1.6% にまで拡大します。カバー方法は、制度クロス以上に限られます。短期1日でも比較的狙いやすいタイプと見ます。マンダラケは3月末を基準日として、1対5の株式分割が実施されます。これによってここでの単元記録が、長期を狙う上では無難な選択となります。さらにこの先、100株で同様の内容が難しくとも、200や300で今まで通りの優待といった話が出れば、一気の保有転換まで見えてきます。9月を通した方は、ここは負けても通すべき基準日であると言えます。以上、今回は3月9月、ロングカバー戦略、やっていきました。最後まで見ていただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。